皆さんこんにちは、提督です。霊夢です。マリサです。フランだよ。さてさて今回は、パソコン向けのテストサーバーでの動画になります。このテストサーバーでは、次回パッチの内容が先行して体験できるのよ。動画は、クイックプレイに途中参加したところです。なんか同じヒーローがたくさんいたな。あれは誰だ？あれは、ファラのお母さんである、アナという新ヒーローだよ。ちょっと選択画面を見てもらおうか。アナは、左上から2番目だな。すでにレジェンダリースキンを買っている人いたけど、あれは引き継がれるのかな？あ、若くなった。どことなく、ファラと似ているわね。他にもかっこいいスキンがあるわ。これなんか、私は好きだな。あ、あんたどれだけ熟女好きなの？いやそういう意味じゃなくてですね。この試合は、敵に3人、味方に2人の穴がいるわ。そういえば、ライバルプレイでは、ヒーローの重複禁止になるようね。おそらく、このテストサーバーでライバルプレイを選択すると、すでにそういう仕様になっているのではないかな。提督は、穴は使わないのか？カスタムプレイで、コンピューター相手に何試合かしてみたよ。これクイックプレイなんだけど、穴を試したい人が多くてね。結局、やり手がいないヒーローばかりやっているという。ただ、穴の攻撃を食らったり、ウルトをもらうとどうなるかは、わかりやすいかもしれないわね。提督は攻撃を食らう名人だからな。フラン君、それは厳しいお言葉。そして、次回のアップデートは、穴の追加だけじゃないのよね。まあ、いろいろあるんだけど、注目は既存のヒーローの強化ね。ディーバとゼニアッタがかなり強くなったことと、マーシー、マクリーも少し強化されたこともあるな。特にディーバは、ちょっとバランス悪いくらい強くなっていて、正直言って、ファラが息をしていないわ。次の短い動画をご覧ください。これは提督がファラで、まずは穴の睡眠を食らうところからね。あ、寝た。お母さんの夢でも見てるのかな？続けて食らったのは、アビリティ2の、回復負荷になるグレネードね。60ダメージだったわ。で、これがディーバ君のウルトだ。爆発まで4秒だったのが、3秒に変わったのよ。今までほとんど食らわなかったのにね。ところが、1秒早くなっただけで食らう。提督はこの試合だけでも結構食らったもんな。続いて、変更されたアビリティ2の、ディフェンスマトリックスで近づかれるのね。これ、待機時間が10秒から1秒に変更されたんだ。リソースを消費して発動するようになったのよ。リソースは、エネルギーのようなものね。うん、エネルギー満タンまでは10秒かかるんだけど、エネルギーがある限りは、ほぼ使いたい放題になったの。っていうか、前からファラはディーバにやや弱かったのに。これは、もうどうしようもない感じだったね。さらに、ウルトが 15% 溜まりやすくなったのと、本体が、ウルトダメージを受けなくなったことも強化点よ。さっきのは、下のディーバのウルトだったんだな。とっておき祭りだな。あと、マクリーのウルトも強化されたのよ。射程が伸びたのよね。これらに関して、開発者がコメントを出しているから、EAA のページの翻訳を引用して、見ていこうと思う。動画は本編に戻ります。現地早い。まずは、ディーバに対する開発者コメントよ。他のタンクに比べて、ディーバが選択される頻度が少なくなっていて、その原因の大部分は、彼女のダメージ吸収アビリティに起因していると感じている。まず、全体の中でのタンクの使用率は、ラインハルトが5位、ロードホップが11位、ディーバが14位、ロリアが17位、ゴリさんが19位よ。5ヒーロー中、3位よね。ここがおかしい上に、さらに勝率は1位よ。つまり、全くデータに基づかない、開発者の思い込みというやつなんだな。そうよ。そして、ディーバの防御が弱いのは、ディフェンスマトリックスの性能よりも、ヘッドショット判定が大きすぎるからだと思う。ガラス部分、全部だからね。そうそう、ディフェンスマトリックスは、ボタン押しっぱなしで発動に変わったようだね。ちなみに、私たちの環境ではバグなのか、何をどうやっても発動しません。他の人は使えているのに、どうなっているんだか。まあ、それと自爆の強化も相まって、腹はかなり苦しくなってしまったな。次にマクリーの強化の、ウルトの射程が長くなったことね。前回のパッチでの近距離ダメージの弱体化により、ゲーム全体としては改善されたと感じているが、マクリー自身が少し弱くなりすぎた。まあ、その通りよね。ただ、近距離が弱くなったというより、タンクを少々倒しにくくなった程度のものね。うんか、もともとゼニアッタとか通常弾が威力45で、ダメ打ちは威力 35×5 だったんだよ。マクリーは、通常弾と同じ威力 70×6 だったものね。うん、最初からバグだったような気が。まあいいわ、開発者も近距離が弱くなったと感じているようね。あ、この場面、起こそうとして味方穴が打ってくれていたわ。調べてみたところ、穴の回復では起きなかった。ちなみに穴は、敵を撃つとダメージ80、味方を撃つと80回復という特殊キャラよ。撤収判定はないな。
って、マクリーの強化に関して次のように言っているのね。よって、有効射程をソルジャー76に近いものにした。腹や反動などの長距離ダメージを得意とする。厄介なヒーローへの対抗策として機能することを願っている。ちょっと待った。近距離を弱くしすぎたんだから、そこを補填すべきでしょ。うん。もともとマクリーのウルトは、腹に対して圧倒的に有利に働いていたんだ。飛んでると、まず回避できないからな。そこをさらに強化してどうするのよ、明智くん。誰？動画の方は、穴のウルトをもらっているところだな。穴のウルトは、味方一人に対して、ダメージ 50% アップ、火ダメ 50% カットね。時間は8秒間のようね。実際すごく強くなるんだけど、これをもらうと前に出ざるを得なくなるプレッシャーが。盾構えている場合じゃないだろ、行け、でね。背中を守るというより、背中を押されているような気がするな。お、ちょうどいいところにゼニアッタくんが。ゼニアッタはいい感じに強くなったわよね。うん、シールドが50増えて、合計耐久力200になったわ。予想は175だったかな。さらに、オーブのスピードを見てほしい。すごく速くなったわね。秒速30メートルが、120メートルに改善されたの。さらにウルト発動中の移動速度が2倍に。ウルトの回復量も秒間200から300になった。たくさん改善されたわね。はっきり言って、アタッカーとしても平均以上に強いキャラになっているわ。回復役としては、今まで通り、一人じゃ苦しいけどね。にしても、提督は試合中によく寝るな。穴のアビリティ1の睡眠は、そこそこ当てにくいんだ。別の銃で撃ったわね。でも、タンクはでかいから、当てやすいんだな。何らかの攻撃を食らうまで、5秒寝るようだね。これは、味方穴の攻撃では起きないところを調べたものよ。カスタムゲームで試してみたんだな。ついでに、アビリティ2のグレネードはこんな感じよ。敵へのダメージは60くらいね。これ、自分や味方の回復もできて、回復量は100だったわ。動画は元に戻ります。あ、そうそう、この穴のアビリティ2のグレネードは、ナリアの弾と同じく。山なりだけど、結構遠くまで投げられるようだ。グレネードによる、味方の回復量アップと、敵の回復阻害はどんな感じ？時間は5秒間で。味方の回復アップは、通常80回復が、150回復になっている気がするわ。回復阻害の方は、回復量が下がるのではなくて、全く回復できなくなるんだ。ブーちゃんの自己回復でも、回復量ゼロになってたな。うん、つまりゼニアッタのウルトなどに対する、強力な対抗策になりうるということよ。ところで、この PTR にもウィークリーバトルがあるのよね。あっこにお任せ。フランくん、惜しい。ルールは、ヒーローが穴以外はタンクに限定されているところよ。こちらの方が、気軽に穴を使えそうね。ただし、結構試合はめちゃくちゃになるので注意が必要だ。クイックプレイですら、穴3人とかになっているくらいだからね。とか言ってるのに、敵のリス地点にまで攻め込んでいるな。敵は穴3人で、タンクも1人しかいないから、押す力が弱いのね。電車が通るから気をつけてな。タンクの突進でラインを上げようとしているのね。穴のウルトもらった。これは暴れろという合図だ。穴は、寝かせた後は、逃げて距離を取った方がいいかもね。このウルト、ラインハルトと相性がいいようだ。後ろから継続的に回復してやれば、真空後の出来上がりよ。中央拠点の取り合いルールで、早速埋もっている穴がいたけど。あれはダメだね。穴はスナイパーライフル持っているけど、攻撃能力はあまり高くない。腰打ちで、味方タンクの回復しまくるのがいいかも。回復量は、当てることさえできれば秒間80なので、秒間50のマーシーより上よ。しかも、回復量アップグレネードで150まで増やせるしな。あ、敵の穴のウルトであっさりやられた。キルカメラが出ないわね。しかし、ここでウルト使わせたのは大きかった。さっきのコンビも、仲間が始末したようだわ。穴に対する感想はどんなだ？ラインハルトやるのが、とても楽しくなった。キャラバランスも、割と良い感じだったわね。うん。回復は腕次第だけど、補助ヒーラーとして良いと思うわ。ただ、攻撃能力はそれほど高くないから、スナイパーと思わない方がいいかな。次回、ルシオプラス穴の動画を出すつもりだけど、悪くない構成だったと思う。現時点では、これぞサポートという感じがして、楽しみなヒーローだね。あ、左で提督が寝てた。まだ使っていない皆さんも、期待して待っていていいと思います。穴とゼニアッタに関しては、いい感じの調整だったね。ただし、ディーバの調整だけは、問題があると思うわ。まさか、自爆が4秒から3秒に変わるだけで、あんなに避けにくいとはな。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。またね。